テレビ中継をご覧いただいた全国の皆さん、また佐賀オスプレイ配備問題の地元佐賀の県民市民の皆さん、本当にありがとうございました。弁護士時代に、有明の漁民の皆さんや住民の皆さんと団体交渉のその先頭に立っていた時のような、そんな思いで質問席に立ちました。政府がこのオスプレイ配備、佐賀配備問題でやっぱり要の地元の歴史や約束、これを全くわきまえずに政府方針を決め押し付けようとしている。しかもさまざまな嘘とごまかしがこの半年行われてきた中で、県民の皆さんがやっぱり大きな問題として感じておられる米海兵隊のオスプレイがどうなるのか、この2つの柱に絞って計画の白紙撤回を求めたわけですけれども、ご覧いただいたらお分かりの通り、防衛大臣は米海兵隊の訓練移転を今相談しているのだということを初めて明らかにいたしました。とんでもないことだと思います。公害防止協定という重い約束について、総理はこの声を踏みにじって進むつもりかという私の質問に対して、丁寧な説明をという答えしか出すことができませんでした。しかも総理が冒頭の部分で了承されている状況には至ってないと、そのことを認めたっていうことも極めて重いことです。であるなら白紙、この計画は白紙に撤回をし予算からは除く、そうした声を皆さんとご一緒に大きく上げていきたいと思います。今日ちょっと紹介をした、園田俊三さんの幻の佐賀空港っていう本はこれなんですけれど、やっぱり戦後さまざまな先輩たちの戦いの中から、私たちが深くその核心を学んで、これからの平和で安心できる日本を作っていくために全力を尽くして頑張っていきたいと思います。皆さんご一緒に頑張りましょう。